はい、どうも皆さんこんにちは、トットと申します。さあ今日もパズドラを撮っていきたいと思うんですけれども、今日は7周年アニバーサリークエスト2をやっていきたいなと思います。1をですね、1をさっきクリアしまして、今日今からレベル16をやっていくことになるんですけれども、まあレベル16だったらまだ全然ポンポンいけるかなと思っているので、まあ、今回の動画でとりあえずサクサクいって20くらいまでは行きたいなって思っております。まあね、アイリーちゃんの噂によるとなんかもう20後半から結構やばいみたいな話を聞いているので、まあちょっととりあえずね20まではサクサクいきたいなと思ってるんですけれども、まあ16から動画を撮っていきたいなって思います。それでは16イドンパーティーはこちら、じゃじゃーん、マドゥーでーす。マドゥーはですね、もう大体ちっちゃい、まあ低いレベルのダンジョンは大体私マドゥーで行ってるんですけど、楽だから。まあ16くらいだったらまだマドゥーで行けるかなと思ってるので、これで行きたいと思います。もう一回、全然余裕ですわ。今スーパーゴッドフェス来てるからリーチ引けると思ったんですけど、やっぱり出てきませんでしたね余談ですけど、まあコットンの時もね、あの欲しい時は出てきてくれないので、まあまあまあそういうもんなのかなって思います。3回でも硬いですの、硬い。可愛い敵なのに硬いっていう、そういうパターンですか。これで本気本気、オッケー。あまりに殺されたくない。5回あ、はいはいはい。そう、なんかね、昨日寝る前にパズドラを見ていてちょっとやりたいなって思ったのがですね、あのモンスターボックス、モンスター図鑑かな、モンスター図鑑のコンプリッツっていうのが、なんかもうすでに持ってるキャラクターだけど進化させてないっていうのが結構あって、だからハテナ扱いになってるみたいなっていうモンスターが結構いたので、その辺をもうジャカジャカ進化させてハテナを解放していきたいなって、ちょっとモンスター図鑑を見てて思いましたね。あれは今更コンプはもう無理なので、お金もかかるし、なんかそういうのではなく、まあでも今でも集められるよねっていうキャラクターをちょっとあれしていきたいなって思いました。って言ってる間に、まあまあ硬いと言いつつもレベル16はまあまあまあちょっとこうおしゃべりができる余裕がある難易度ですね。オッケー、サクッとクリア、レベル16クリアです。じゃあ引き続き17やっていきましょう。全部普通だったら私はですね、もう作りきってるエドでいきたいと思います。まあちょっと中のキャラクターはなんかいつかに変えたのかなっていうような感じですけど、まあいいや、特に気にせず。もうエドはね、当時はや一番最初に来た時はこう聞かなかったんですよ、聞かなかった、弾けなかったが正しいんですけど、それで2回目のコラボの時に、もうすごくみんなエドをリーダーにしてたんで、欲しいと思って、もうエドを速攻、交換で手に入れたかな。光吸収だって。これ
さ、一回光全部消そうさ。めっちゃ降ってきた。光を消したい。まだ大丈夫なはず。OK。これでいこう。で、火をね。こんな感じで。ナイス。オッケー、この子ほんと強いから今の子。はいはいはい、海幸山幸だよね。よし、私実はですね、まだオロチを持ってないんですよ。やっぱね、難民はいつまで経っても難民なんですよね。もうもはやなんかオロチを使わなくても、例えば闇アテナとかで代用できたりするから、あんまり今はそんなに別に、オロチをそんなに必須とかっていうも考えはあんまないんですけど、当時欲しいなと思ってた時はずっと出てくれなくて、で、天妻和地は、天妻和地は、あれだよ、メインファンだよね。ドーンってやつ。追い打ちのあれはもうね、あれも欲しくって、火のあれも全然出なかったんですよ。でここ1年くらいでやっと出たんだったの。何かのきっかけで出て、あ、やっと出たと思ったんですよね。しかもその時はもうすでにそのそれに対しての物欲はない、そんなもんですよね。また物欲の話してる。こんなこと言ってたらレベル17クリアです。はい、レベル18いきましょう。はい、ということではレベル18は裏飯ゆうすけパーティーでいきたいと思います。今のうちにね、いろんなパーティーを見せておこうと思って、どうせ上の方の男女行ったら大体使うパーティー一緒になるからもうなんかさ、新しいキャラを取ってもなんだろう、パーティーを考えるのがね、もう苦手でね、本当にすぐテンプレに頼ろうとするから、もう今もうすでにパーティー編成で出来上がってるパーティー内でなんとかやりくりできないかなって考えてた。あら、緑おでんさん強いじゃないの。やばやば、あら、私は緑おでんの強さを知ってるけど、緑おでんを強いの知ってるけど、でも裏飯ゆうすけが強いことも知ってるから大丈夫。ちなみにこのパーティー編成でニーズヘッグ降臨勝てました。1月クエストで、あれって壊滅級扱いなのかな。私当時超地獄級しかクリアしてないんですよね、難しくって。で動画にしててなんで行ったんだろうと思って見たらジョイラで行ってたすごい。今ジョイラパーティーなんてどんなパーティー組んでたっけっていうレベルだから、もうすぐね忘れちゃうんですよね。ラードラとかをみたいに使いまくって何年も使ってたら、まあどんなパーティーで行きたかったかって大体覚えてるんですけど、結構だから印象に残ってるのはね、バージュリー、ミラスカ、RX、緑ソニア、マドゥ、ラードラ、あとなんだろうな、おーパテ作れるかな、あとパテ作れる、うちの、でもね、うちのボックスで使って、まあ、エドも作れる、ユウスケ作れる、あれ、あとベジットパーティーとかね、懐かしい、超懐かしい。昔はさ、もうドラゴンボールコラボがもう最高すぎて超強かったよね、ベジット。もう来ないのかね、ドラゴンボールコラボは。危な、意外とオービーってさ大変だよね。
剥がれないの？これいこう、これやば、7コンボしなきゃいけないのに。こうかな、1個来い、イエーイ、7コンボきたー。いやー、そうなんだ、ゆうすけは7コンボなんだよね。全然見てなかったわ。オッケーオッケー、まだある、まだある。オッケー、落ちる、落ちるんかい。この子意外と、待って待って、いや、これ多分ね、100倍出したらピューンってなっちゃうから、こんなもんでいいよ。あ、そういうことする、ひどい。回復はできるだけ消したくないから、じゃあかロックを解除させましょうかね。こんな感じで、おっと、やめろ、あー、戻して、落ち込んくんだよ、マジで。私ちゃんと3ポンドくらいにしたじゃんこれはひどいよね。今のは絶対私のせいじゃない。中を変えてくるわ、もう。3回目、やっぱりコットンは強いわ。見てよ、ほら、可能ですよ、使用が。まあね、一応もうちょっとだけ耐えます。帯取りたいんで。そういう時に限って回復充実してるんだよね。あるあるだわ。これでコットンで、ですね、火を光にして闇を回復にするんですよ。いいじゃん、いいじゃん。落ち込んないから、変な位置に回復あるな。でも念には念をで組んどいた方がいい。こんな感じで、よし、まあ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 、オッケーオッケー、これでこうだわ。来たー、今度こそもう全力で反撃させてもらうわ。よし、これで7コンボージャスティス。よしよしよし、実質ね、3回目の挑戦だけど、まあ、実質ワンパンみたいな感じですよね。よし、ということでレベル18までクリアしたので、今度はレベル19やっていきたいと思います。同キャラ禁止、はい、ということでですね、同キャラ禁止ということなんですけども、レベル18でちょっと3回くらい挑戦したので、もうちょっとサクっていきたいなと思ったので、レベル19はブラスカでね、慣れてるブラスカでいきたいと思います。しゃ、4回戦か。出たー、回復の5個十字消し、無理。色ないんで、これはこうだな。めっちゃ色バラバラ。あ、これなら大丈夫、これは大丈夫。はい、こんな感じで。ナイスー。
オーケー、1回突破、2回。あー、防御系で来るのか。私の音色を奏でてだよね。29% ダメージオフだから、まあまあまあ減らないけど。へい、まあ別にこれは大丈夫です。こうじゃ、手こずってて怖いんだけど、もう怖い。これで突破だ。これで、ああねえ、あれ一回で勝つって誰が言ったんだ。で回復されたからこうだ。よし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 、全回復させなきゃいいんだな。これを求めてたのよ、私は 50% を。そしたらなんか変な向こうが来たからびっくりしたよ、本当に。あ、もう L 字何やってんの私。あ、よかった。もうどうしたの私、ブラスカをちゃんと使いこなしたいよ。焦ってんだな、きっと動画撮ってるから心のどこかで。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。よし、ボスまで来た、ボスまで来た。あ、コロコロコロか、うわ吸収か、吸収か。三ターン耐えようぜ、コロコロコロってやってくるから。ブラスカも溜まってるしね。弾かないよね。さすがにそれの耐久は入れてなかったわ。お、暗闇は弾く、暗闇は弾く。あら、回復がないけどまだ大丈夫だね。おお減るね。これの方がいいでしょう。ちょうどいいんじゃない？これやろう。出番みたいね。行くぜ。7秒。ミオンでね、ちょっと思いのほかやられてしまったが、まあ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 、レベル19クリア。よし、よしよしよし、この動画レベル20までいけるかな。サクサク動画ではね、めっちゃカットしてると思うんで。じゃあレベル20は
レベル20はじゃあ緑ソニアでいきたいと思います。シャーこれでいこう。じゃじゃらードン。グラスカパーティーが一番ちゃんとパーティーが組めてる感が個人的にはあるんですけど、よく使ってるから、なんかそのアシストで暗闇耐性とかお邪魔毒耐性とか結構積んであるから、だいたい弾いてくれるっていうのがね。あとね、このソロでやることが多いから、この蜘蛛弾きが結構でかいね。俺めちゃめちゃでかいですよ。結構蜘蛛やってくる人いますからね。これはお邪魔地獄か、ひどい。毒じゃん。あ、これいいじゃん。闇がないけどね。落ち込んがないって言うから、お邪魔を消しちゃおうか。うお。闇が落ちてこないのはちょっとひどいね。耐えれるかな。あーダメだ、死んだかも。毒引いちゃった。おー耐えた。あ、闇と火あるのでこれは突破を狙おう。大丈夫、毒消しても大丈夫。大丈夫、先生来ない？来んな、よーし、オッケー、ナイスナイス。根性50%ね。で色ある、色あるから、で回復多いからこれでいこう。一応根性をねこうしといて、こうしとこうか。あぶね、あーお邪魔だ。あ、すごい硬いね。あ、でも根性なくなりましたね。まあお邪魔消してくれたのはいいけど、これはこっちだな。うん、全然こっちで大丈夫だった。 OK、 これで突破を狙います。根性はない。迷った迷った、あれ全然揃ってないんだけど。まずいよこのやり方は。出た、ほら仕方ないので、もうなんだ最近組めてないぞ。てかね、バラバラだった今すごく。2列バラバラってすごくないですか。2色ずつ全部あったよね。よし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 、ギリギリで突破できましたね。ボス、あー、はい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 、強いな。ここはでも闇緑ソニアを使ってできるだけ突破を、ね、狙っていきましょう。 75% だろうが一回ね、挑戦は常にしていきたい。落ちてこーい。お、大福落ちてきた。いけいけ、やったー。一発ナイス。よし、まあレベル20まではまあ悪くない成績でしたね、自分的には。ということで、次回の動画は21以降になるのか、はたまた動画作るのかってところにはなるんですが、一旦この動画はレベル20までということで、また次回お会いしましょう。まったり動画でした。バイバーイ。イエーイ。